それでは皆さんこんにちは。こんにちは。ユニバーサル店長のマサトです。ユースケです。はい、ということで今日はテンションはどうですか。普通。はい、今日の在庫者紹介かな。今回もねちょっと委託販売車両っていう感じなんだけど、ご紹介。ユースケさん何これは。ファルサー。おう。 GTIR。 おう。パルサー GTIR ということで、よくある一般的なちょっとあれだけ紹介しようか。平成3年2月。俊介さんは何年生まれ。12年です。12年。俊介さんよりは年上だ。平成3年。 GTIR なんで SR20 っていう言い方なのかな、20って言い方なのかな。これねちょっと調べたわけですよ、この GTIR って。そもそも結構ね、これ4代目になるって書いてあるのかな。フルモデルチェンジにより4代目のパルサー。1990年になってボディタイプが3ドア5ドアのハッチバックと4ドアセダンを展開だって。でグレードは驚きの11種類だって。でこれが結局その GTIR 2000ターボンなのかな。エンジン6種類だって。すごくない。でパルサーを語る上で忘れてはならない存在が、ラリーへの参戦を前提に開発されコンパクトスポーツハッチバックとしてラインナップしていた GTIR。 これですよ。これラリー参戦ってすごくない。横飛びしたりみたいな、すっごいやつでしょ。直列直四のターボ230馬力。230馬力ってどれぐらいなの。どれぐらいと言われても4駆、これ驚きの4駆で、なんとサンルーフ付きで、当時の新車価格が227万円だって。結構じゃない。結構高いですね。1990年ったらもう40年近く前か、はい、で227万円ったら結構な高級車両じゃない。まあ GTIR っていうだけでもそもそも根本的にすごいんだけど、いじらさってるっていうか、もう古い車なんだけど、多分ものすごいお金をかけてメンテとかオーバーホールとかいろいろしてるんで、まあ、その辺後ほどね紹介させていただきますが、 R32 スカイライン GTR に迫るかなりの俊足ではあったもののって書いてあるね。1992年に総合3位獲得してるって。すごくない。とにかく速い。でちょっとさ乗ってみたけど、グッっていう力はあるよね。パワーウィンドウと集中ドアロックは標準装備なんだけど、エアコンはオプションっていう。ストイックな姿勢からも速さへの強いこだわりを感じるってこと。いや、エアコン乗せると重くなったりするんじゃない。まあ、競技者ベースみたいな。そうっていうことだと思う。いじってるっていうか、そのメンテ的なものもすごいされてるお車なんですが、まず EVC ってなんだろう。HKS の EVC って何。 EVC7 っていうのかな、あれかな、ターボタイマーみたいなやつかな。に K&N K&N ってあのよくあるよね、エアクリ。それからスポーツラジエーター、富士壺マフラーレガリスリアってことかな。テインの車高調フルオーバーホール、ディクセル前後ブレーキパッド入ってて、プロットブレーキラインステンメッシュ、これタイヤが14インチかな。ネオバ新品、これボルクだよねアルミね、入ってて、モモのステアリング入ってて、ブリッドっていうんだよねこれね。これシートがさ綺麗なんで、多分ほぼ新品で入れたんじゃないかなと思う。レールものめちゃくちゃ綺麗、うん、そう、運転席と助手席ね。もうブレーキ、まあ、要はキャリパーからホース類、そういうのも全部オーバーホール、まあ、多分もともとガタがあったりとか、ロアームだアッパームだなんちゃらとタイロットエンドガタとかなんかいろいろあるけど、それ全部交換取り替え、キャリパーだなんちゃらっていうのをオーバーホールして全部きれいにして、ショック類スタビだブッシュだ
いろんなものプラグ全部交換して、ワイパー一つも全部交換してるね。発煙筒とかそういうものも全部、クラッチも全部変えてるのかな、これシリンダーし、オイルレベルゲージまで変えてるよ。わざわざすごいね。車検今回取った時に全部やってる作業だね。今車検ある車なんだけど、これを多分車検一回取るために全部やった作業。シリンダーヘッド、エンジンオーバーホール、すごいね。シリンダーブロック、シリンダーホーニング、ターボチャージャー、スターター、オルタ、全部リビルトで全部取り替えてます。すごいね。やることないんじゃないですか。ない。そう、とにかくね、めちゃくちゃやってる。すごくない？ぶっちゃけさ、外なんてさ、何でもきれいにできるじゃん。いや、部品があるとかないとかさ、いろいろあるじゃない。その中でこれだけきれいにやってるから、もう安心して乗れるよ。エンジンなんかね、こういうのとか、あと羽も全部ね、純正なんだって。これ、あ、なんかそのはずですね。うん、すごいよね。さすが知ってますね。乗りたかった車なんでしょ。あ、まあ免許取りたての頃に、うん、これとか、このヘッドの色もこれ純正なんでしょ。これ調べたの、さっきいろんなやつ見たら、これとこれ同じの出てきたの。これパッと見わかんないけどさ、何変わってんの、俊介さん的に。でもこういうのとか全部違うんじゃないの、これ。ごめん、これ純正じゃないよね。いや、純正そういうもんじゃないですか。こういうもんなの。これはエアクリです。 よくそれあるやつ。これはさっき言ったあの K&N じゃない。すごいよ、ここして。あ、まあラジエーター、青いのか。うん、あ、ラジエーターもこれ交換ってなったけど、なんか車外の入ってんだね、多分ね。これがとてつもないパワーで走るわけですよ。そんななんか錆びてボロボロな感じじゃないでしょ。はい、ね、とエンジンもオーバーホールしてるって書いてあったけど、さすがやっぱ漏れ、オイル漏れ、にじみ系全くないもんね。ないっすね。ね、エンジンかけてみる。おお、ターボって感じね。これサンルーフもちゃんと動きますから、これこれすごくない？いいっす。バビッとちゃんと動くからね。オープンの方もちゃんと動くから、すごいね。ちょいサビあんのかな。全然これだけ動くってすごくない？これは何を見るもんなん？よくわかんないんだけど、ブースト、多分どんだけかかったかとかそういうのじゃないですかね。これ何、それも同じようなことなんじゃないですかね。ターボ、これ多分ターボタイマーでしょ。これ純粋なんかこういうの全部ついてるよ、これで。エアコンもちゃんと効く。当たり前か。まあまあまあ、うん。で高速、すごいいい音するよ。すごくない？これでさ、マニュアルで4駆っていいくない？めっちゃ。だから欲しかったんですよね。あ、そういうこと。俊介さん乗ってたスターレット、あれだもんね、 FF だったもんね。すごいな、めっちゃ速そう。ちなみに13万8000キロ、まだまだだね。まあオーバーホールしたなら、うん、あんだけ整備されてるんだったらもう全然。なんかね、ほんといろんなものを多分本当に全部新品入れたんだろうなっていう。こうステアリングも全然ね、ほつれっていうか、あのこうやつれた感ないし、すごいくないね。はい、これまだまだ綺麗に清掃してあげれば、もうちょっと室内もね綺麗になると思うんで。これやっぱお高い車みたいですよ、相場が。まあ、そうす、それで俺は断念したんだ。あ、そういうこと。その気になる金額はカーセンサーを見てほしいところですが、いいね。ターボっていう感じだよね。いいね。いや、とにかくね、もうお金がかかってるっていうこともあるけど、お高いです。本当にお高い。でね、マフラーがなんか多分この手に柿本だったっけな、柿本かなんかないらしいんですよ。この
GTIR に合うマフラーが、それを無理に言って作ってもらったっていうマフラーらしいよ、なんか聞いたけど。あ、なんかそんなようなことを言ってた。これだけ整備されてこんだけ綺麗に残ってりゃ価値あるね。あ、あると、うん、ちょっと旧車とはまた違うけど、これはすごいね。委託販売とはいえども、あの常に当店の方に置いてありますので、見たい方はお問い合わせいただければいつでも見れますので、お問い合わせくださいと。で、全体的にやっぱサビはね、やっぱ年式が年式だから下回り多少はあるけど、腐食っていうサビではない。ボディもサビとかはあるけど、正直直せるんで、一応現状でこのままの販売にはなりますが、ここちょっと気になるからここ直してほしいなっていうものがあれば、プラスでもちろん直すことは可能なので。いいっす、いい。まさしくこのアルミに、うん、このゴールドのこれで、うん、の感じを俺最初見てたんで、うん、何の面接に来た時はこれ乗りたかったの。いや、あれもうあの時別にスターレットでしたけど、まあまあ、あの時はまだ痩せててね、痩せててこうなんか可愛らしかったのに、今じゃもうな、それは年を重ねてますか。じゃあそういうこと言ってんじゃん。俺へのこう、それ痩せてて関係ないんじゃないですか。俺へのこうあれがないじゃん。あ、今日この撮影日僕誕生日ですよ。一言も言ってくれないよね、誕生日おめでとうとか。いい、一言も言ってくれないよね。知らなかった今日誕生日って。こういうことですよ。ということで、今回は日産パルサー GTIR、 一応最上級グレードなの？これしか知らないんで。あ、そうなの。他がなんか何種類かエンジンもグレードもある中で、 GTIR が多分一番最後に出てきてるグレードっていうか、その表記になるから多分一番、ま、グレードというか高い、まあ、スポーツモデルで高い、うん、やつで委託販売になりますが、うちの方で全部きれいにして販売させていただくということで、動画が出る頃には多分、ネットアップも完了していると思いますので、カーセンサーの方で、ユニバーサルスペース札幌と言っていただいて、在庫車情報かのところから探していただければ、詳しいスペック金額もろもろ出てきますので、そちらの確認していただきたいという形になっております。委託というか、もともと乗ってる乗ってたオーナーさんか、自動車整備を、構えてらっしゃるオーナーさんなので、整備はもうしっかりバビッとした上でのご納車となりますので、まあ、ただですらね、すごいお金かけて、いろんなもの交換されてるんで十分なんだけど、そういうこともちゃんとしっかりして、外見なんかあればうちの方で板金全部きれいにして出せますんで、ぜひ乗っていただきたい。パルサーのこれを探してた人にはもう持ってこいだよね。もういろんなもの全てが詰まってるし、いろんなことちゃんと心配要素が全部、全部ってことないよね、こうなんか解消されてる。カスタムスタートで、そうだね、うん、ぜひお問い合わせお待ちしておりますので、今回も高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。